そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は、自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には春人は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。あ、何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。
あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまね、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか？厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんな、だから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。